リクエストいただきありがとうございます。というわけで今日はベーグルを作ります。生地は一次発酵までホームベーカリーにお任せします。そしたらこれを5分割していきます。そして濡れ布巾をかぶせてベンチタイム15分取ります。綿棒で伸ばして中心に向かって上から下から折って、それをさらに半分に折ります。そして伸ばす。先っちょは綿棒でこんな感じで伸ばしてつなぎ目を閉じていきます。これの繰り返しです。ちょっと説明追いついてなくてすみません。20センチまで伸ばして先っちょ折って、これを包み込むようにして閉じ目を下にして成形していきます。具材を入れたい場合はここで入れます。今回私はチョコチップを入れてみました。あんことか枝豆入れても美味しいです。好きなものを入れてみてください。そして二次発酵したらお砂糖の入ったお湯にベーグルを入れて片面30秒ずつ茹でます。チーズ大好きなのでチーズ乗せて焼いてみました。210°C で14分、こんな感じで焼けました。美味しいベーグルはコーヒー牛乳と一緒にいただきます。落としちゃった。床にも壁にもぶちまけてしまいました。ベーグルはアレンジしやすいのでぜひお好みの具材で作ってみてください。